今日の水戸黄門様は元 NHK で跡見学園女子大学で講師もなさってらっしゃいます演出家大木和文先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。どうも、高橋真也です。今日はですね、大木さん言いまして、もう本当に長い付き合いで、もう何から何までいろいろご縁のある方で、はい、面白い人でね。そうなんですね。要はある種新藤さんと同業ですけれども、はい、新藤さんの面白さと大木さんの面白さって全然ちゃうんですね。大木さんってね、こういう人なんですよ。まずね、はい、お勉強ができて、まあ、お父さんも東大出て、はい、IHI の顧問とかしてた偉い人でね。おー、なぜか大木さんも東大に入って、はい、なぜかではないと思いますけど、もともとね、その高校大学で大親友がいてね、はい、でその人と一緒には法学系統を目指すんですよ。おー、でその友達は、親友はその後に検事総長になるわけですよ。はい、と大木さんある時ちょっと急にひらめいたんでしょ、はい、俺は映画を作ろうと。おお、それひらめきすぎですよ。そういう映画とかそういう風な演出をしようと。おう、それで普通ね、文系から法学いうのは分かるけどね、はい、法学系からね文学部にね変わるなんかってほとんど大木さんこれいないでしょうね。いやでもちょっと今付け足しますけれども、ひらめいたというよりはそのまま親友がいて、それを 見たらね、あ、自分には無理だっていうのはまず先だね。まずそこは先です。でその後どうしようかっていうところで始まってるんですね。なんか今いいように理事長おっしゃっていただいたけど、ちょっとそこは違いますね。ただね、何しかね面白いのはね、はい、そして NHK 入るんですよ、はい、で NHK でやり手なんでね、はい、若くしてね、あの有名なおしん撮るんです。おー、朝ドラですね、うん、で今のおしんのねカット版で今でもたまに出てくるの、ほとんどね大木さんが撮ってるところが出てきますわ。うーん、割とね、はい、だからまあ後でおしんの裏話とか NHK のいろんな話とか、うん、でそれからね、あの NHK はちょっと俺にはと思ったんでしょう。うーん、で TBS でね、あの吉村作治さんなんかの有名なあの2時間スペシャルのピラミッドの、はい、うん、ああいうのをプロデューサーしたりね、いろいろ映画も自分で作ったりね、なかなかそっちの方では、うん、ただ今日は新藤さんと話が合うと思いますよ。いや全然ね、あのね、話はね、うん、合わへんと思うんですよ。あの東大からというのとね、あの、安物の学校から。いや またちょっと足さなきゃいけないんですけど、今理事長はまたいいようにおっしゃってたんですけど、おしんはやっぱりまだ私は若手なんで、あの、うん、撮ったのはわずかですけれども、まあ、自分で言うのは非常に印象的なシーンを撮ってるので、そうそうそう、あのいわゆる何て言いますか、編集版でも、必ず残ってるという。そうそうそう。なんかイカダにね乗っているシーンとかが有名みたいですけど。あれは違いますけど。あれは違うんですね。あれおしんで何本ぐらいは撮らはったんですか。いや正直言うと1週間分、3本ぐらいですね。多分3本ぐらいですね。それと若手でね、それを任されて撮れたら、あの当時の NHK ですよ。ねえ。基本的には助監督やってるんですね。助監督やりながらデビューさせていくというのはね。やっぱりそうでしょうね。でその頃ドラ、あの部長誰でした。部長はね、松尾さん、ま、松尾さんの前ですね、遠藤さんっていう方なんです、あ、松尾さんその後ですか。その後ですね、遠藤さん、松尾さんはその後、そのあ、おしんの前にプロデュース、いや時代劇です、水曜時代劇ってなって、うん、ありました。でそれが僕初演出だったんですけど、その時が松尾さんって人が、松尾さんへのも不思議な人やね。そうなんですか。なぜかスーッと出世するんだ。なんでかやったら おじさんが瀬島隆三さん、お父さんは 2.26 事件で、うん、岡田総理の親戚でね、間違われて殺されちゃう、はい、そうなんですね。松尾中佐か大佐かなんかでね、有名な人、福井の駅前に堂々立ってるじゃん、しかしながら NHK にいらっしゃったのに TBS に行かれたっていうのが不思議なんですけど。いや、それはね、大木さんの
一番私は面白いとか思います。うん、でも多分その頃やったらドラマの TBS とか言われてた頃ですか。そう、まあでもちょっと落ち目になりかかったの、言っちゃっていいのかな、うん、そうそう。いやでも新藤プロデューサーはね、現場ではね結構怒鳴りまくっていらっしゃるって聞いてるんですけど。いやいや、むっちゃ今優しい、ね、今優しい、 いやでも大木先生はその怒鳴りそうな雰囲気ないんですけど。いやもう全く怒鳴らない、もう、新藤さんわかりますよ、絶対現場きついぞみたいな。僕はもうエンジェル大きいと言われてエンジェル大きい、そうなんですね。いやそらほら鬼の振動、うん、今仏の振動やからね。そうですよね、いつから今はね、うん、いつから来ないなったかな思ったら、やっぱり違う、赤バラのメンバーになってから。あ、ちょっと、まあ、大木さんも赤バラのね、もう初期からのメンバーで、だけどこれ聞いてる人に言いたいのはね、何でもね作る側の方におった方がいい。うん、だからね、出来上がってから行ったらね本当にダメ。あ、そうですね、うん、だから高杉晋作がね、人を開ければ誰も狂えて、うん、ドドイツで言うてるけど、それは革命でもね、長州薩摩がなんで明治政府の中心になれたか言ったら、うん、作ったからでしょ、うんうん、だから後に乗っかってきた人ってやっぱり損ですよね。そうです、これもねやっぱり出会いなんですよ、うん、やっぱりね誰と出会うか、うん、それやっぱ運なんですかね。あのね、うん、あのこれ聞いてる人にね、うん、僕ねいつもね、あのみんなに若い頃から言うのはね、はい、こういう人おるんです。僕ね家貧乏でね、学校も出てへんしね、もう全然あかんのですわとか言って、だからいつも言うのはね、あんたがその家に生まれたのは宿る命の宿命やから変えられないと、うん、自分の両親は変えられない。そうですね、それと運命って運ぶ命やから、うん、貧しかろうが体が弱かろうが学校行ってなかったって関係なしに、うん、自分で運んでいったら、うんうん、で一番運び方のコツは、こいつは出世しそうやなとかね、うん、この人いらなりそうやなって言うて、今自分が一番くっつきやすい、はい、そういう人をまず身近で探す、ね、うん、でその人が例えばちょっと出世したら、ちょっと出世した人はその人よりちょっと出世してる人を友達持ってるから、うん、はい、それにくっついてたらそうやって階段上がっていて、うん、そうやってあの運ぶ命っていうのをいつも忘れん方がいいね、はい、それからすぐにね、なんか俺あかんねんとかね、それとね人間ってね2種類いる、うん、例えばね私子供の頃ね、もう勉強なんか全然嫌いでね、遊んでばっかりで、その時ね、はい、親に勉強せえ言うたらね、言われたらね、部屋小さいもんとかね、わっきょはさんのと言ってるわけ、もうほんまにせやね、うん、なんか理由つけんね、うん、だからあかん理由ばっかり言う、うん、これね社会出ても癖なる。私はあることがあって途中でちょっと変えてね、人間はやろう思ったらでけんねんっていう風に変えたけどね、うん、で反対ね、家貧乏であろうがなんであろうが、いやうちね貧乏やから頑張らないかんねんとかね、うん、前向き、うん、前向きな人はやっぱりねそこそこ来る、うんうん、それ一番立ち悪いのはね、なんか親の後継いでね、なんか自分がもういらなったような感じであぐらかいてる人、あ、うん、おいよこういう人、うんうん、それはやっぱりそういう面ではね、僕は新藤さんとか大木さんっていうのはね面白いな思うのはね、うん、どっちもねある種ね無手勝流やね、ある種でほんまにそうやん。大木さんなんかでもほんまにそうよ。そうなんですか。さあ、ある時に、え、なんで NHK 辞めんのと思うぐらいそうです、私自分から苦労を拾いに行くね、でも給料はやっぱ民放の方が高いんじゃないですか。いやだけど どうですかね、あのちょうど NHK の給料上がる頃辞めてるね。ああそうなんです。いや障害賃金考えたらそれは残ってる方が、うん、ああそうか、それはうまいこと言ったら理事とかやね、うん、なって天下り1個ぐらいあったよね、うん、そらやっぱり、うん、だから うん、そこはな逆に聞きたいけど、やっぱり NHK は体質的に合わんかったんですか。いやなんていうかな、
なんか割と王道に行くと外れたくなるというわ かるわ。だけ東大法学部って王道じゃないですか。分かるわ。やっぱりちょっとこっちがいいなとか。分かるわ。NHK でもやっぱりこれで TBS 行ってもそのうちこれをやんなって自分であの芝居これ自分で劇団作ったり、映画作ったりする、なんかつまり会社で作るより自分で作ったら楽しかったりすることあるんですよ。そうつまりそっち行っちゃうわけで、気づくとちょっともう、でもう一回こっちに戻りたいなと思った時はもう戻れない。いやだからほら全然出世したない、自分が したいことしたい、それはやっぱり大木さんのね、僕はやっぱり魅力やろね。ちょっと新藤さん似てへん。そうですよね。新藤さんも俺や。やっぱりね、あのどういうんですか、そのスポンサーがついたりいろいろなね、しがらみがあってね、あの作品ができるわけで、映画もテレビも、自主映画で自分が好きな役者呼んできて、ね、自分で作ってる一番ね、あの楽しいですよ。で僕らもやっぱり、僕なんかでもやっぱりそういうのを手伝ってって言われて、まあ、たまたま手伝いますけどね。あ、そうですか。はい、ギャラないんですよね。じゃあ今度手伝って怖がってる。いや一時期ほんまにうちはまあちょうど、まあ、今ちょっと合併して渦政映像っていう会社があった時は、機材から全部タダで貸してました。ああ、ね、でもそうしないと作れないですからね。いらんこと言ってドツボハマって、そう今顔一瞬固まっておられました。いや 今ね物が手にないから。どうってあのね、この番組はあのやっぱりね、一人だけいいのはね、本音トークできるでしょ。うん、それはね、今今週もそうですけど、やっぱり皆さん本音でね、例えばあの政治家の船田さんでもここでこの番組やと本音で喋るわけです。はい、それからそういう面ではね、本音で本当に喋れる番組ってね、案があるようでないね。はい、ましてね、警察庁長官とか事務次官経験者がね、上下って話すなんかいうのはね、もうこの番組だけですよ。ね、台本ありませんからね。大木先生びっくりされてるんじゃないですか、この Q シート見られて。ところがね、大木さん絶対分かってる、なんでかっていうから長いから。そう、ああお付き合いが、ね、大体想像はなんとなくついてる。というのはほら、相手がどんな偉い人でも、このスタンスよ、私は、あんまり変えへんね。いや、もう全くですよ。あんまりじゃなくて全く変わらない。反対に偉い人が私に合わせてくれはんねん。割とそんなんです ね昔から。うん、それは本当にありがたい。ねえ、素晴らしい人徳ですね。いや、それは徳と違う、ね、徳。いや、人徳ですよ。これね、人尊いよね。新しい言葉が出ました。人尊。人尊だから新藤さんこそね、人徳や。あ、いや僕は、ね、やっぱり出会って得してますね。いえ、曲ってあの投影区でしょ、はい、やっぱり、あ、新藤さんは独特な人徳あんな思うね。まあ、皆さんついていってる感じ、あの、ね、慕われてる。あのこれだけか言うてもね、好かれるっていうのはやっぱりね、内面的にね、ほら一緒にずっとこの番組しててもなんかええ人やん。そうなんかというか言い方と思いますけど、いやこんなんやったらいいんやけれども、なんかええ人ってね、一緒に降りたなるやん。うん、そうです ね楽しいですよね。大木さんもそうね。でも新藤さんはほっとしますよね。そうね、みんなよ、ね、うん、でもこのほっとする人がどなるっていうのもまたそうそうそう想像つきますね。想像つきます。そう、表現するね。いや、でもね、僕はね、あのあれで若い時のがまだ入って、もう22、3の頃にもう監督と喧嘩してましたから、ね、そう、もうこのラジオ番組は考えられねえ。そら金高長官もめちゃくちゃきついもん、仕事に。あ、やはり。そらね、そういう人はね、やっぱりちゃんとメリハリつけたんね。人生ってね、やっぱりね、メリハリがない、だらだら生きてるやつはダメ。どっかで真剣にね、せがね、なんか仕事を一生懸命するっていうのはね、やっぱり真剣に生きてるからできるんですよ。うんうん、だから例えばいい作品でもそうやけどね、例えば東京のね、お豆腐屋さんの2階でね、大きなお豆腐屋さんやけど有名な、はい、そこでね、あのヘチマのね話しはんね。ヘチマってね、ズバリ言うけれども四季の代名詞なんです
うん、正岡子規ってね、あのかわいそうに子供の頃はいじめられっ子やね、うん、で僕はいじめられっ子でって自分で書いてはんね、はい、逆にね。だから友達が集まったら左のやつにいじめられて右に押されるね、うん、で右に押された、今度右のやつは左に押されて、うんうん、僕は結局泣くんですわみたいなこと、子供の頃からそうやね、うん、で体も丈夫じゃないし、ね、うん、でまあ結局は友達に恵まれたり時代に追って、で結局せやけど脊髄カリエスに最後はかわいそうになるねんけどね、はい、だから本当にもう晩年っていうよりもう短命やのに、うん、ほとんど大変なところで、うん、で大木先生もね演出したってね、そうですよね、うん、それが有名な賞をもうたりね、あ、賞を言ったってノーベル賞ちゃうで分かってます舞台だったんですかね、これは。それ舞台ですね、面白いヘチマ咲いてというね、正岡子規の生涯扱った、なかなか、あれ徳川さんと行ったんですよ僕。あ、そうそう、見て、ね、ご覧に、水戸の徳川さんと、ええ話やないで、珍しく彼が、よかったんですね、本当にええ話、ね、そんな大きな芝居じゃないからね、余計ね臨場感が、あなたは武士の家計簿を書いた人の名前をしちゃった、そうそうね、あの方も来ていただいて、ね、お褒めいただいたり、なかなかね、磯田さん、そうそうそう、磯田道夫さんね、今売れっ子やけどね。あ、そうなんですね。だから逆に言うたら、そのなんていうかな、本当のね舞台の演出をねちゃんとできるのはね、やっぱりその辺は基礎がちゃんとしたのね、考え方が。でもドラマと舞台って全く違うように思うんですけど。まあ、共通するものあるけど、やっぱり違うことは違うですよね、うん、やっぱりずっと何が違うかって言っていいですか、はい、僕も初めて舞台やった時にこうずっと稽古はそのいわゆるシーンごとにやるじゃないですか、そうですね、はい、である時に制作から今日投資でやりますと、うん、なるほど、で2時間の芝居投資でやるって始まった、その前の晩当然酔っ払ってますよね、こうみんなとやるもんで、はいはいはい、それで始まって2時間始まったら途中でさトイレ行きたくないじゃないですか、はい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 、でも演出家トイレ行けないんですよね、普通映画だったらね、うん、こう途中止めないと2時間ずっと続いちゃうんですよ。それを知った時に愕然としましたね、これからまだ始まって15分ぐらいの段階であと1時間45分どうするんだみたいなね、わかります、これが演劇体験です。私はね非常にやっぱりシビアなものですよ演劇って、そこは舞台とやっぱり映像と決定的な違いですね、止められない、なるほどなるほど、途中でトイレ行けない、なるほどなるほど、分かる、結構飲まれるんですね。いやその時はちょっとたまたま飲んだんですけどね。ただねやっぱりその私はねその舞台見てつくづく思ったのはね、うん、金にならんなと思いました。そこですか。なんでかって言うたらね、でもねお金にならんかっても一生懸命する演出家がいて、うんうんうん、そしてスタッフがいてね役者がいるわけでしょ、うん、でねいつもね日の当たるとこしかね、なんかの御曹司とかね、うん、でねその人らはね、僕ね役者の二代目ってどうか知りませんけどね、僕あんまり評価しない、はい、というのはね彼らはねワンチャンスは絶対あるんですよ、うんうん、せやけどねそういう小さな舞台で苦労してるね役者さんね、ワンチャンス自分で作りに行くんですよ、うん、せやからねその舞台見ててねそれが見えるからね、ものすごく見てる私からしたらね、うん、温かい目で見れるんですよ、うんうん、お金もない、おそらく自分らで剣打ったりね、うん、それでもこの板の上に立って芝居したいっていうね、うん、この情熱の素晴らしさっていうのはね、やっぱり私は大木さんが劇団作ってやってはるっていうのをね、大木さんもその役者さんだと一緒に思いますよ、うん、情熱ですよね。いやそうですね、でも今おっしゃったけど、それこそ新さんよくご存知だと思うけど、どれぐらいだろう役者を目指している人がこの日本中に 何十万いるかね。そうですね、すごいですよね。すごいでしょ、うん、そのうちに食ってる人ってどれぐらいですかね。本当に数えるぐらい1000人いないでしょ、はい、で新聞 の, あのきなんだっけテレビ欄見てね、うん、あれの一月分数えていったらおそらく、うん、でってる人が見るでしょ。トップの人だって数ヶ月してその後ないとかね、うん、そうそうそう、だから非常に厳しい世界ですよね、うん、でも逆に言うとその後の残りの 99% 以上は食えない、うん、そういう世界ですね。でも今おっしゃったようにでも立ちたい舞台にという、うん、そういう人たちがこうエネルギーを支えてるっていうのはやっぱすごいですよね、うん、そうね、その
ちょっと前テレビでね、猿之助さんがね、俺は猿之助さんって偉い人やなと実は思ってるんですけど、はい、あの人一回ね、自分のおじさんの劇団飛び出てるんですよ。そうなんですか。でまた戻ってきてね、そうね、あの人テレビでこう言ってましたね、なんで戻ってこれたんですかって、結果、それいい結果残したら、呼びに来るんですよ。でそれ結果もね、何もないのにね、力なんか出るはずない。力ってやっぱり結果ですから。そうですね。そして力っていうのはね、僕ねやっぱりね、アメリカ人が何かの時にマイトイズライトって言います。力は正義やって、僕ね否定する人いますけれどもね、力がなかったら何もできない。政治もそうでしょ。そうですね、やっぱりね、いい結果を出すから、その結果においてしか力ってね、本当の力出ないですよ。で力ってね、自分で作るしかない。人にもらったものってね、所詮ね、最初はいいけどね、やっぱりそれはもう自分の身についてるもんでなかったら継続できない。そしたら経済学者でね、やっぱりみんな言うのは、やっぱり経済の本質っていうのは継続こそ力ですから。それから今の日本ってね、継続できないわけでしょ。それから全てにおいて力なくなってきてる。それからその政治だけやなしに経済も、ちょっと前まで中国なんか言うてた、はい、これからご飯食べていく IT 関連は中国と日本やったらめちゃくちゃ遅れてますよ。そういう面ではね、で中国ってね、優秀な人間がね、海外にどんどん留学する、もちろん国家意識もありますけど、日本ね、経済成長すればするほどね、留学生少ななってるんですよ。あ、それ大学経営してる船さんが嘆いとったけどね、私も同じ意見で、そういう面では子供の頃ね、あのブラジルで、ブラジルで生きてはったんですよ、はい、え、俺さんずっとブラジル、お父さんあの優秀な人でブラジルで船作りに、石川島張り前から、そうなんですか、だからブラジルずっといたって、ブラジルなんですけども、はい、我々ちょっとそこ感覚があのちょっと分かりづらいかもしれない。私はリオデジャネイロって言って、なるほどね、分かる分かる。ブラジルというイメージちょっと違うんですよね。あのリオカーニバル、ね、はい、ちょっとかっこいいでしょ。ブラジルっていうとこう明るいイメージですよね。コーヒー豆こう取ってる感じなんだけど、あのちょっともうちょっとこうコパカバーナみたいなところで、そこで過ごしてたんです。そうなんですね、この、 あのリオのネタを言い出したら、はい、もっと時間かかるんで、はい、今日はここで止めましょう。そうですね、そろそろお時間になりました。今日の水戸黄門様は元 NHK でアトミ学園女子大学講師もしてらっしゃいます、演出家大木和文先生でございました。お相手は高橋真也と新藤森信と寺澤奈々子と大木和文でした。